アドビディレクターはかつてアドビシステムズが製造・販売していたソフトウェアである。主に簡単な 3D のアニメーションや音声を作成するのが目的のソフトであった。過去に開発・販売をしていたマクロメディアをアドビシステムズが買収し製造・販売を担当していた。旧マクロメディアが開発・販売していた時のソフト名は マクロメディアディレクターであった。2017年1月27日、販売とサポートの終了が発表された。ディレクターはもともとクラシック MacOS 専用のアプリケーションとして開発が開始された。1987年に現在のディレクターという名前になった。1990年代、ディレクターは 3D ゲームの作成によく使用され。 インターネット上で公開されている 3D ゲームの多くがディレクターによって作成された。CD r o m や DVD のコンテンツ作成でも広く用いられていた。ディレクターはパブリッシュと呼ばれる書き出しによって Web 用、Windows 用、MacOS 用の実行形式を生成する。ディレクター12ではパブリッシュにより iOS アプリを生成できるようになっていた。 オープンなウェブ形式での出力はできないが、ブラウザの埋め込み、プラグインとして動作する Adobe Shockwave 形式で出力し、動作させることができた。この Shockwave は Adobe Systems の公式ウェブサイトなどから無料で配布されていた。基本は、左から右に時系列に流れるタイムライン上に画像や音声を配置し、アニメーションを作成する。マウスのクリック。 カーソルが特定のキャストに重なった、特定のフレームが再生された等のイベントを検知することで任意のタイムラインにジャンプする機能を使い、メニューやゲームなどの機能を実現していた。この機能は GUI で埋め込むことが可能であるが、内部的には以下で説明するリンゴスクリプトが自動的に挿入されている。また、リンゴというスクリプト言語を使い、より複雑な制御を行ったり、 タイムラインによらないアニメーションなどを実現していた。公式マニュアルでは前日のタイムラインやイベント検知によるコンテンツ作成はわかりやすい日本のおとぎ話を例に丁寧に説明されていたが、リンゴスクリプトによる作成方法の説明やリファレンスマニュアルはマニュアルでは説明されずにリンゴオロアと呼ばれる宮廷道消しが案内するマルディグラや ニューオーリンズマルディグラいの招待状を作るという英語版サンプルプロジェクトを見ながら習得するというものであった。英語での説明、ディレクターリリース時には普及が十分ではなかったオブジェクト思考の記述や親しみのないマルディグラや宮廷道消しなど目的がわかりにくいものであったため、よりリンゴスクリプトの習得が困難であった。エクストラと呼ばれる DLL による ネイティブバイナリープログラムを呼び出す仕組みがあったが、OS のビット数や種類で互換性がなく、実行中の切り替えが不可であったため非常に使いにくいものであった。また、開発仕様の公開も限定的であった。準備されたエクストラとして、ローカルファイルへの入出力があったが、前述の通り動作プラットフォームに強く依存するものであったためマルチプラットフォーム対応にするためには、 リンクするエクストラごとに完全にプラットフォームを分けて全体を作成する必要があった。また、同じ機能のエクストラでもプラットフォームによっては準備されていないものもあった。前述のファイル入出力のエクストラも Windows95 や Max 用は準備されていたが w i n d o w s u n t に対応したものはなかった。ありがとうございます。